二人合わせてアルツハイマン。バーン。なんか最近軽音が流行ってるらしいじゃねえか。わしはあんまり年だからわからんが、そうなのか。ああ、そうらしいんですよ。だから俺も一発このギターで一山当てようってね。まあ、あんまりほら、根詰めると疲れっから気をつけろよな。ギュエーン。お兄さん、お兄さん。なんかいまいちだね。なんだお前。私はラキスタ人のコナタって言うんだよね。ところでお兄さん、チョココロネはどっちから食べる？困るな。俺は普通に、あれだ。なんだ、こう、モスラ幼虫で言うと、こう、頭じゃない方から食う。へえ、そうなんだね。だけどさ、チョココロネ食べてると、ほら、中からチョコ飛び出るときない？ああ、そうかもしれねえけど、それが一体どうしたって言うんだ。貴様を殺る！まあ、私の罠に全部騙されてたわけだね。おのれこの、へいへい、どうせオタクですよ。宇宙人だったのか。たたたたた、おう、大丈夫か？宇宙人だって？宇宙人じゃないよ。私はラキスタ人だよ。この地球の裏次元から来たのさ。なんだって？まだまだ敵はたくさんいるということだな。そうじゃの。私のニコニコビーストを全部買わせるか。カポエイラロボット降臨。ドーン。カポエイラよ。なんじゃと、そりゃ空手だ。カポエイラ。ほいだばまたねー。チューッ。カポエイラよ。空手だ。カポエイラよ。空手だ。キャッ。うわ、金属じゃ足がつった。なんの、サンダー剣。ゾワデリャーブーン。あれ、私は飛べるのよ。残念だったわ。タ。その頃、魔界では、シュー、よくもこの私の人気を取りよかったの。違うよ、あんたが落ちぶれただけだよ。うるさいぞ、死ね。シュシュシュ、あれ、ひっけ。その手には乗りますね。パシッ。バカな。ラキスタエネルギー注入。この私はラキスタ帝国大幹部の一人、ユウタか。おのれ。ユウちゃん、このボールでサッカーボールしてごらんよ。わかっ。ピュー。よくやったのだ。ふっ。ありがたき幸せでございますよ。ふっ。私はこの程度では死なないぞ。ハルヒもまだ死んでないみたいだけど、まあとりあえず地球を征服しよう。イエス。それでは私の捕まえてきた奴隷を紹介します。ブーンブーン。とわ、怒りのチョップ。ピピピピチュート。わしらの出番まで少なくするとは、ラキスタ人、恐ろしい奴らじゃな。ええ、そうですね。恐ろしい相手、加勢しに来ました。あんたは電子レンジ版？